窓にゆらゆらゆら蜃気楼。こんばんは。8月18日、時刻は午後7時になりました。 NNB48 のジャングルレディオ木曜日。はい、東の都から天馬娘がどんぶらこどんぶらこ、あっちもこっちももちもちもっちゃん、ありがとうございます。東京都出身18歳、もっちゃんこと浅尾桃子です。そして、はい、私はキラキラ、砂はサラサラ、ジャフアリンはふわふわ、ありがとうございます。よそ見しちゃいけんだです。鳥取県出身、高校3年生17歳のふわりんこと黒田ふわです。よろしくお願いします。お願いします。はい、いやということでですね、ゆらゆら蜃気楼しましたね。蜃気楼初でしたね。まさかのペアで、はい、しかもお二人ともカチカチに緊張してリハーサルから本当に手が震えで止まらないし、はい、足も震えすぎてやばかったけど、ね、本当にでも無事終わってよかったし、ファンの方もみんな好評だったね。そう、喜んでくださってすごい良かったので、ね、もっともっといいものにして、ね、ユニットシャッフルみたいな感じで、ね、結構全員がユニット変わって、ね、なんか新たな本当に新体制って感じが実感したかな。まあ、でも私はこういう曲がちょっと苦手なので頑張って克服、ね、ここもね、強くそうね、頑張っていけたらなと思います。はい、もっとね、いいものにできたらね、最高ですね。はい。はい。さて、それでは、本日もジャングルメイトをお呼びしましょう。今日来てくれたのは、このメンバー。みんな、誰に会いに来たん？坂田。みんなを笑顔満タンにしちゃうぞ。大阪府出身、ありがとうございます。大阪府出身、高校2年生16歳の坂田こと坂田美咲です。よろしくお願いします。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 坂田。いや、坂田はね、今回は、今回だ、今回。今回はね、リモート出演なので、はい、ちょっと聞きにくいところもあったりするんですけど、はい、ご了承ください。はい、そして先日のライブでね、昇格発表、一緒に昇格させていただいたんですけど、ね、はい、チーム N の方に昇格をした坂田でございます。はい、寂しいけど。寂しいね。けど、そっちでも頑張って一緒にね、高め合えたらなと。そうですね。思います。はい、そして坂田にね、早速、普通歌が届いてるので読んでいこうと思います。はい、お願いします。愛知県にお住まいのラジオネーム、ゆうきのめがねさんからいただきました。坂田、もっちゃん、ふわちゃん、こんばんは。こんばんは。坂田チーム N の昇格おめでとうございます。研究生から昇格されたということで、髪型を自由にできるようになると思いますが、今後やってみたい髪型とかありますか？ちなみに僕は7月29日の公演でしていたハーフクマちゃんヘアがすごく似合ってていいなって思いました。かっこふわちゃんにもいつかこの髪型をやってほしいです。私はこれからはチーム N のメンバーとして活動されることになりますが、これからも応援しています、だそうです。そうですね、髪型がね、そうだね、固定ヘアから改善されたということで、坂田はもともとがストレートだったから、結構なんかヘアアレンジしてるのを割とあんまり見ないイメージだったから、なんか新鮮というか、なんかさ、髪型をちょっと変えるだけでももう本当に全然違うよね、別に見えるし、私的にはでもハーフアップが一番好きだ。ああ、かわいいよ、一番最初にした。めっちゃ好評でね。ポニーテールもかわいい。かわいい。あげる系がすごい似合う。確かに確かに。私29日の公演を DMM で見たんだけど、ジオンとめっちゃベタ揉めしてた。ベタ揉め、ベタ揉め。めちゃくちゃ可愛いって言ってた。あ、クマ。うん。確かに。でもね、ちょっと普段なかなかしない髪型やったんで、思った。なんか、本番直前になって、すごい恥ずかしくなって。そうなんよね。わかる。はい。なんかちょっと目立つ髪型すると、大丈夫かなって。来る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 。確かに。そうだよね。なんかありますか？やりたい髪型とか。もっとこれから。なんかまだこの髪型やりたいっていうのはないんですけど、一回ポニーテールをして、改めてなんか全部くくった時の楽さを実感して、本当にそう、汗とか全然違う。なんかね、そうなんですよ、ね、だからなんか
新しい髪型っていうよりはなんかポニーテールをずっとしたいっていう気持ちの方が強いですね。そうだよね、ポニーテールはね、はい、やっぱり この首あたりがもう何もなかったら、うん、でも私首から汗すごいんだけど、はい、なんでだろう、これはそれ後ろ個人差があるっていうことで、いやでも本当に髪の毛上げるのとね下げるのと全然違うし、はい、でもなんかせっかく昇格したからなんかすごいいろんなヘアアレンジしたいなって思うけど、はい、割となんかもうやりきったかな。え、そうなんですよ、なんか思いつかなくて、なんか結構調べるので精一杯で、はい、髪の毛短くなったからこそなんだけどやるものあんまないし、確かに結構私長い時にもう4回ぐらいしか出てないけど、うん、やりきった感すごくてなんか困っちゃうよねなんか逆にファンの方からこんなのしてほしいっていうのとかしたら、またリクエストとかもね待っていたいですね、はいはい。さてこのジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NNB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。またこの番組はパソコン、スマートフォンからでも聞けます。 FM プラプラならアプリで ESFM を設定するとアプリから直接メッセージが送れたり、番組ホームページやブログにアクセスすることができます。詳しくは ESFM のホームページをご覧ください。あとツイッターはハッシュタグジャンルディモクやコンビ名モチフワでぜひツイートしたり実況してくださると嬉しいです。 NNB48 もっちゃんとフワリンのジャングルレディオ、ドキドキタタタンの1分プロフショー、イエーイ。それではですね、このコーナーでは今日のジャングルメイトサカタンのプロフィールを1分以内にどんどん埋めていくことに挑戦します。はい、ただ回答していくだけでは面白くないので私のターンが終わった後は続けて他己紹介に入っていきます。坂田美咲のことをパーソナリティのお二人がどう思っているのか、どこまで知っているのか、制限時間30秒以内に交互に答えてもらいます。はい、さてそのどんなプロフィール帳が完成するのか皆さんお楽しみに。いやこれはね、まあ、仮に、まあ、短く、そんな短くはないですよね、うん、B2 で活動してきた、結構活動してきましたから、はい、ね、試されてます。これはね しっかりと答えていきたいなと、そうだね、はい、思いますねはい、それでは参りましょう。坂田の1分プロフ帳スタート。名前を教えてください。坂田美咲です。夜にいつもするルーティンは何ですか？マリモの水替えをしてます。ギャルですか？違います。オーディションの時のエピソードは？なんか周りの同期の子からすごい怖いって思われてました。NNB48 のライバルメンバーは？8期生の田中由紀乃です。おー、100万円あったらどう使う？私は貯金します。おー、貯金ね。 NNB の活動を通してやってみたいことは？なんか美容系のお仕事にいつかチャレンジしてみたいです。これではね、蛍光ペンで書きすぎて読めないのでもっちゃん読んでくださいファンの人に内緒のごめんなさいは？前部屋片付けたっていうモバイルメール送ったんですけど、うん、実はあの後すぐ部屋散らかりました。すいません。最近のマイブーム教えて。時間切れ。最近毎朝納豆を食べてます。おー、はい、すいません、ちょっとあの私のミスで蛍光ペンで書いたおかげで見えなかったです何してんねん、はい、じゃあ次ね、はい、坂田からお願いします。はい、私からの質問です。はい、じゃあ桃香さんと風和さんの順番で、はい、分からないところはイメージで答えてください。はい、はい、それでは30秒のおまけ質問スタート。デデデデデデデ、私の第一印象はどうでしたか？なんだ、はい、なんだ、なんだです。はい、ふわ、あ、ふわ、ふわですか？私の第一印象、坂田のってことやんな、うん、ちょっとね、あのやっぱりギャルっぽかったですね、うん、じゃあ私が一番最近泣いたのはいつでしょうか？ねやっぱり B2 で一緒に活動できなくなって悲しいシンプル。わ、終わった？え？終わりですかこれ？早っ。早いです、ちょっと早いです。30秒早いな。ちょっと早いです。ちょっと早いな。はい、カンカンカン。何フェチでしょうか？ちょっと考えてたのに。はい。はい、へそのシワフェチだと思います。頑張れ。
頑張れ。はい、じゃあちょっと深掘りしていきますか。そうですね、はい、それでいやマリモの水替え可愛いです ね、 ねこれはなんか MC かなんかで聞いたことあって、ね、そうそうそう、やっぱり可愛いなと思いましたね。アプリのねマリモも今月の8月で3年目にやるんですけど、もうめちゃくちゃでかくて可愛くないよ、ちょっともう本当に普通さちょっとこういうこれぐらいのサイズでさ、うん、はい、もう今ではねちょっと画面に収まりきれないぐらいに全画面緑になるぐらい成長してる。嫌なんだけどアイドルがさマリモ3年も育ててますっていやー、かわいい。水替えしてんのかわいいです、ね。いや、でも、やっぱり、私、オーディションの時の思い出で、意外と怖いと思われてたんや。はい、そうですね、なんか、話しかけるのにちょっと勇気がい、話しかけるのにちょっと勇気いるみたいな。たまにいるよね。感じで言われましたね。私もでも、アンジュとか怖いなって思ってた。確かに確かに。なんか、やっぱり中身知ると全然違うし、喋、うん、ったら全然違くない？一言目をね、うん、話すまでにやっぱり、そうだね、遠慮しちゃうというか、確かにそれはめっちゃ一回話したら全然、うんうんうん、ね、これからも話せるんですけど、やっぱ同期ってかさ、オーディションの時ってやっぱライバル感がすごい強いじゃん、うんうんうん、入ってからも一応ライバルではあるんだけど、はい、仲間っていうのがなるやん、うん、だから、はい、そのライバル関係でしかない時に仲良くなるってちょっと難しかったりするよね。もうこの、はい、もうこの人が受かって私が落ちる、そう、私が落ちる可能性もあるしっていう、そういう不安もあるのでね、そう、はい、わかる。田中由紀乃ちゃんが8期の中のライバル、ね、なんでなんで。そうですね、やっぱりまだなんか先輩方をライバルっていうのにはまだまだね及ばないので、いや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 、ちょっと、めちゃくちゃいい子や、同期なら大丈夫だと。初日のねメンバーだったし、確かに、ね、そうなんですよ。そうだ、ね、あ、やっぱりゆきのってあと全部の公演、チーム B2、 チーム N、 チーム M 全部の公演にもう出演してるんですよ、うん、あ、確かに。だからなんか覚えも早いですし、うん、なんかダンスも上手いですし、もうダンス上手い。なんか今は田中由紀乃がライバルやなって私は思ってますね。ちゃんとかつけない田中由紀乃はガチライバルじゃ逆に坂田からどうですか？あ、でもさっきの深掘りっていうか、ももかさんが B2 で泣いてたって言ったじゃないですか、うん、そうだね、うん、それ正解です。おー、やっぱり。あ、そうなんだ。正解です。もあれね、もう私もね、うん、本当は笑顔で終わりたかったんですよ。そうね、公演中か。いやでもね、やっぱり耐えられなかったですね。すごいさ、やっぱりさ、はい、ちょっと短い期間だけどさ、レッスン期間からさ、こう一緒になってさ、うん、なんか思い出ってすごいいっぱいできたやん、うん、だから、はい、なんかそれがさ、いきなりさチーム変わります、先輩だけのめちゃくちゃ上の先輩方のところのチームに入りますってなったら、うん、なんかもうね、いきなりじゃん、ね、いきなり M、N に行ってくださいみたいな感じだから怖い、怖いさもあるし、不安だよね、絶対不安不安だから、まあでも全然いつでも戻ってきて、はい、戻ってでもまたぎ出演してください。またぎでレギュラーではないけども、はい、はい、お願いします。全然お願いします。出たいですね、ぜひぜひ。はい、それではそろそろじゃあ締めますか、坂田。はい、はい、じゃあ私のことを皆さんいっぱい知ってもらえたでしょうか。はい以上、ドキドキ坂田の1分プロフ帳でした。ジャングルチャレンジ、ジャングルチャレンジのお時間です。このコーナーでは毎回さまざまなことに挑戦していきます。今回はモチフワの本当にあった怖い話。もうなんか不穏な空気が、はい、先週はねお盆でしたね、うん、はい、お盆はで、お盆はあのご先祖様の魂が帰ってくる日本の伝統的な文化なのですが、暑い夏といえば怪談ですよね。トコトコトコ。今回は先日番組のツイッターで募集した怖い話についてたくさんいただいた投稿の中からリスナーの皆様に代わって私たちが紹介していきます。どんな投稿が寄せられたのか皆さん覚悟して聞いてくださいね。怖すぎる。え、なんかある、ありますか、自分のこの実体験というか。怖いってこれ、うん、怖い怖い
なんかある？坂田は体験実体験、私そんなに霊感はないと思うんですけど、うん、なんかたまにねやっぱり鏡を見てた時に、うんうん、まあ反射とかあるじゃないですか、うん、それでねちょっとさってなんか後ろに誰かが通ったようにちょっと感じてびっくりしちゃう時はありますね。そういう時ってさもうびっくりして体さちょっとしばらく動かんくなる。フグアが通った時でもびっくりしちゃう私は。なんで？はい、じゃあね早速紹介していきましょうか、はい、まずはお願いします。はい、私が読みたいと思います。はい、まずは奈良県にお住まいのラジオネームブラックエンジェルさんからいただきました。こんばんは。今から十数年前のお話です。うん。東京巣鴨のとある橋に女性の幽霊が出ると聞いて友人と二人で面白半分で車に行きました。車で行きました。カメラ幽霊の写真と声も録音しようと思ってデジカメとボイスレコーダーを用意していきました。深夜1時にその場に着いたのですが特に変わったこともなく橋を渡って帰ることにしました。僕が車を運転していたのですが橋の中腹ぐらいに差し掛かった時に助手席の友人が危ないって叫んだので急にブレーキをかけました。僕がどうしたって友人に聞くと女の人と幼い女の子がいたというので車から降りて辺りを見回したのですが誰もいません。僕は友人の目の錯覚と思ったのですが友人は確かにいたと言います。でも実際誰もいないので再び車に戻って橋を渡りました。そして友人宅に帰ってずっと録音中だったボイスレコーダーを聞いてみることにしました。すると友人が人を見たと言った時間ぐらいに幼い女の子の声でお父ちゃんお父ちゃんとはっきり録音されていました。もう怖すぎて友達と震えが止まりませんでした。僕はこのことがトラウマになってホラー映画や心霊番組を全く見なくなりました。ちょっと待ってやばい、ちょっと鳥肌やばいから触って。うわーやばい、よいしょ、ガチで鳥肌が。いやごめんなさい、結構あの雰囲気壊しましたね、私が噛みまくって。いや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 、はい、どうでしたかこれ。これ分かった意味。いや結構ガチなやつですね。ちょっと怖い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 、ガチとか言わんで、ちょっと怖くなってきた。やばい、やばいやばい、はい、怖くないですか、だってあのそんなことあるんだ。怖い怖い怖い、ちょっとさっきからこの坂田の下の怖い画像、怖くて坂田の顔が見れない。わかる、坂田が2人もいるから怖い。なんでだよ。はい、でもあるんだね、そういうことが。いやーやっぱり、まあ、生きてるとありますけどね。私はまだ多分嘘だと信じたいので私は嘘だと思います。はい、はい、それでは次もっちゃんお願いします。はい、ラジオネームトリプル X さんからいただきました。お二人さんこんにちは。最近友人が引っ越しをした話なのですが、新築物件に引っ越しをしました。つまり前の住人がいない物件です。事前にあの有名な大島てるさんの自己物件サイトにて調査するタイプの警戒心高い友人だったので、もちろんマンション前の土地なんかも調べたそうです。無事に引っ越しが済み2週間が経った頃から怪奇現象やラップ音などの現象が起こりました。友人は自分が何かを連れてきたんじゃないかと心配していたそうなのですが、そんな場所に行ったこともなく心当たりがないと思ったそうです。そして自分が代わりいろいろ調べたのですが原因不明でした。その時たまたまテレビを見ていたら大島てるさんが出演、何か気になり自己物件サイトを再度見ました。そしたら友人の新築マンションのはずが自己物件に登録されていたのです。詳細はどうやら自殺のようです。事前に調べた時は登録されてなかったと。友人のマンション1ヶ月経たないうちに自己物件登録、一体何やったのかは未だに謎のままです。以上です。え？どれ？え？どういうこと？だって1ヶ月の合間に自己物件になったってことだね、友人が引っ越してるのに。
その有名なテレビで事故物件に登録されてたの。もともと違ったはずが、うん、登録されてたの。怖い。怖。え、どうする？自分の家が事故物件だったら。どうする？死ぬ。やばいよね。やばい。暮らせなくない？もう。暮らせない。でも絶対引っ越すもん。だよね。うん、じゃあ引っ越しましょう、友人。はい。友人さん引っ越しましょう。はい。ちょっとね、他にもたくさんあったんですけども、はい、もっともっと紹介したいところなんですけど、はい、ちょっと怖くなってきたので、やめます。そろそろね、やめたいと思います。はい。はい、皆さん、いかがでしたか？もしかしたら、ナトの後ろにも、え？びっくりした。以上、ジャングル怖い話でした。パソコン、スマホからは、FM プラプラでダウンロードして、ぜひ聞いてくださいね。ジャングルガールズトークイエイイエイ、はい、このコーナーはリスナーの皆さんからのトークテーマを私たちが考えたお題をカードにして順番にめくりながらトークをしようというコーナーです。それでは私からめくっていきたいと思います。はい。好きなタイプ。おお、好きなタイプか。はい、相手の好きなタイプ。じゃあさかたんから発表してみようかな。好きなタイプ、私はですね、なんかギャップがある人。あー、いいですね。男だけど女みたいな感じ。なんか違います。違いますね。違いました。違いました。はい、結構まあ本気なことを言うと、うん、なんかちょっとクールそうな人が実は甘えたさんとか。やばい。やばい。理解してる。なんかの作業するときに、メガネをかける人がすごい好きで、これは男女問わずなんですけど、なんか、例えば勉強するときにだけメガネかけたりっていう、なんか、特別感っていうか、確かに確かに。メガネかける人がすごい好きなんです。そうなんですよ。確かに。そこにちょっと、ギャップ。キュンってしちゃいますね。ドキドキしてきた。ギャップいいですね。ちょっとドキドキしないでもらっても。はい、それでは。私は、年上。うん、ああ、年上もね。年上が、いや、なんか、いいじゃないですか。うん、年上で、なんか、お兄ちゃん気質の人がいいのかな。私、末っ子なんで、なんか、何でもしてくれる人とはちょっと違うんだけど、なんか、あんまり、なんていうの、パシリに使わない人っていうか、パシリに使われたりするのがすごい嫌なんですよ。やっぱなんか妹って結構お姉ちゃんとかに何やって何やってって言う人じゃないですか。だから自分がもう妹気質なままでもういい人がよくて、うん、でもちょっとクールな感じ、同じ感じ甘えてほしいけど、あんまり甘々じゃない感じのあれがいいですね。はい、私はでも私のことをちゃんと、うん、なんて言うんですか、理解してくれる。多分無理だな。多分無理だと思うけど。はい、でもなんかやっぱり、うん、理解してくれるとしてくれないでは結構なんか心を開いたりとかできないんで、私は。あ、そうなんだ。なんかよかった、心開いてくれて。いや、わかんない、わかんないよ。わかんない。はい。なんで？でもね、すごい理解して、あと、うん、面白い人、やっぱり。ああ、それは大事。マジで。これは大前提、ね。トーク力大事だから。大事ですよ、本当に。もう NNB 入ったからにはトーク力をね。え？はい。はい、じゃあ続いて。そうですね。広島県にお住まいのラジオネームゴリオさんからいただきました。皆さんこんばんは。突然ですが、僕にはある悩みがあります。それは女子に話しかけるのが苦手というものです。頭の中でシミュレーションしてもなかなかうまく話すことができず、皆さんはどのように話しかけたりすると気軽に話すことができますか？こう話すのが苦手なんですか？かな、女性のみに。女性のみってぽかったね。女子に話しかけるのが苦手。なんか女子側だけさ、ちょっとよく分からんけど。でも女子も別にそんな求めてないじゃないですか。うんうん、その、なんか、うまいトークを求めてるわけじゃないから、普通の友達に話すような、なんならアイドルと話す方が緊張とかするじゃないですか。うん、だから、握手会とかでいっぱいね、来てくれて、もうなんか練習台のようにしてくれたらいいんかなって思うけど、どうですか？私、そうですね。なんか、
さっきももかさんも言ってたと思うんですけど、うん、なんか女の子って話しかけてくれるだけでちょっと嬉しいって思う部分あるじゃないですか。だからそんなになんか深く考えずに、うん、もう朝のおはようとかだけでも、うん、全然いいよね。一言話しかけてそんな、ね、あげるだけで、うん、すごい女の子も嬉しいと思うんで。確かに男の子の意見です。ほんまに一言ぐらい一言ぐらいだけでも、うん、ちょっと頑張って話しかけて、うんうん、やっぱりね、見てはどうでしょうか。そんなおはようキモみたいな思うことはないのと思うので、ね、ないよ。さすがに絶対ないと思う。言ってくれてありがとうだよ、うんうん、おはようぐらいでいいと思いますけどね、うん、私はその後におはようハートって感じから。はいよ、はい、それではね、はい、今はどう。私は、うん、どうなんですか。でもやっぱり最初こう自分が、うん、自分がというか話しづらかったなんて言ったらいいんですかね。治らないと思うんですけどね、私は。違うんですよ、なんかどうしたらいいですかっていうか、うん、ああね、もともとそういう性格だとしたら多分治らないと思うので、うん、やっぱそれでもこう話し、そうね、いやそれでも、でもアイドルって女の子じゃん、うん、私たちも。だからアイドルに緊張しないは多分無理だと思うけど、そのまあ別にこうやって握手会とかもあるわけやん、お話し会とか、うん、確かに確かに。私は多分話したことあるんで、うん、それでやっぱね練習というか、うんだ、うん、私たちで緊張しなくなったらもう勝ちですよそれは、うん。だってそしたらさ、ね、だってふわやの方から話振ったりとかもあるし、うん、それに応えていったらさ治るかもしれない。だから私たちのところに会いに来てとりあえず、はい、とりあえずね会いに来ようか。わかりました、はい、わかりましたとか言っちゃった。それでちゃんとね語りすぎてしまってね、うん、それではいっぱいガールズトークをしまくったので次のガールズトークもお楽しみにしといてくださいということで、以上ジャングルガールズトークでした。 AKB48 の夏曲といえばこの曲、私たちと一緒に夏を楽しみましょう。 AKB48 さんでギンガムチェック。ギンガムチェック48のふわりんこと黒田ふわです。番組へのメッセージは jro-thu@esfm.jp までハッシュタグジャンレディモクでの実況ツイートもお待ちしてます。ジャンレディモク絶対聞いてな。ジャングル575、ジャングル575のコーナーではリスナーの皆さんからいただいた私たちはジャングルメイトをテーマにした川柳を紹介していきます。そして一番良かったです川柳に選ばれた方に私たちからメッセージをプレゼントしますので、皆さんどしどしお送りください。いや今日は何が来ますかね。はい、今日もね字余り字足らず許さないっていう、ね、怖い怖い、はい、ちゃんとしてますね。評価していきますよ。では最初の線では最初の作品から紹介しましょう。はい、はい、じゃあいきますね。まっちゃんからね。滋賀県にお住まいのラジオネームゆう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 さんからいただきました。ふわりんをテーマにした作品です。ではいく。
まず結婚、その後にやっとお付き合い。もっちゃんが髪をバサッと切って、かわいいかわいいボブになりましたね。ありがとう。そんなもっちゃんに対するふわりんのリップがタイプなので、お付き合いを前提に結婚してくださいでした。お付き合いでも先に結婚しちゃうという順番にテンションが上がっちゃってるのが見とれますね、とのことです。はい、これは、うん、ですね、結構ね、皆さん分かってない方がいたんですけど、これ結構定番ネタだと思ってたんですよ。私は全然分かんなかった。なんかよくあるあるで、こう、うん、私よく TikTok とか見るんですけど、ネタだったってこと？違うそうじゃないけど、うん、なんか本当に可愛い子の、うん、なんて言うんですか、そう、人気な方の TikTok のコメント欄とかに、うん、ね、書いてあって、いや、これ面白いなと思って、面白いと思って書いた。いや、違うんだけど、うん、私もそういうの使う機会があったら使おうかなって思ったんですよ。で、可愛いなと思って、いや、もうタイプですって最初はね、それだけでやろうとしたんですけど、うん、いや、なんかもうちょっと面白く言いたいなと思って。いや、面白くしてるやん面白いと思っちゃって。いやただ単に、うん、なんか可愛いだとちょっとキモいんで。そうだね、まあでも本当に切ったのもね、そう、可愛かったです。好評で本当にめっちゃ初期に戻った。あの、そういえば坂田のライバルの田中幸乃ちゃんがね、うん、私に、はい、桃香さん髪の毛切りましたねって言ってきて、うん、あ、切ったって言って、どれぐらい切ったんですかって言ったから、あ、6センチぐらい切ったかなって言ったの。そしたら、初期の桃香さんですねって言ってきてえと思って、私初期一緒にいないなと思って言ってた、待って、誰って言ったもらんやんみたいな。そう、一緒にいないからって言ったの鋭いツッコミ入れていましたね。 そしたら、あの、密着動画で見てましたって言ってくれて、あーそっかそっかそっかと思って、その子も完全同期みたいな、初期の桃香さんみたいな本当に、ノリそのノリで言っていてさらっと。いや、でもね、本当に嬉しい、可愛いですね、好評で。そんなお雪のが、はい、それでは続いて読みたいと思いますね、はい。滋賀県にお住まいのラジオネームジンくん、もっちたおさんがいただきました。もっちをテーマにした作品です。では一句。怖すぎる、どうして物がなくなるの。先日もっちゃんが配信で、最近家からいろんなものがなくなっているんですよと言っていましたね。日傘とかスマホの充電器など、もしかしたら劇場やレッスン場や電車の中とかでなくしたり、置き忘れて家に帰ったりしたのかなと思えるようなものもありましたけど、絶対に置き忘れたりしないようなものまでなくなっていると聞いて、めちゃめちゃ怖かったし、すごく心配になりました。今でもなくなっちゃったものは見つかってないんですか？その後また新たになくなったものはないんですか？もう物がなくならないようにお祈りしています、とのことです。いや、本当に怖いんですよ。いや、でもあるある、それはマジでわかる。マジで私制服なくなったんですよ、一式。あの高校の時の私、すごい制服が可愛い学校だったんですけど、確かに可愛かった。そう、その制服が一式なくなったんです。嘘でしょ。ユニバの帰りからなんか洗濯して、私確かベランダに干した記憶あって、そこから普通にないんですよ。ベランダに干したかもわかんないんですけど、飛んでったとか。そんなわけないじゃん全部ですよ、ブラウスからネクタイもベストも。ベストはあんの、着てなかったから。あ、買った。スカートもなくて。いや、でもベストとか、そのなんていうん、上着がないとしても、買ったし飛んでいく確率あるけど。ない。いや、でも全部だよ。あ、まあ、スカートも。え、スカート。そう、それが一番怖くて、うん、まあなんかモバイル充電器、その充電器はわかんの、まだね、どっか置いてって立っちゃったのかなみたいなわかるんだけど、制服なくなるってなくない？確かに。なんか見つかってないんですか？マジでやばいでしょ。なんかさ、うん、東京にあの帰省した時とかにたまたま持って帰ったとかない？ない。だから怖くて、それをショールームで話したらすごいムードになっちゃってなんかごめんなさいみたいな。制服がなく、制服っていうのがまた怖いですね。だから私の制服欲しかった人がすごいなんか心が強かったのかなと思いますけども。怖い。ちょっと見つかったら言いますね。見つかったといいですね本当に、はい、じゃあ続いて京都府にお住まいのラジオネーム竹坊さんからいただきました。坂田をテーマにした作品です。ではいく。はい。何回で重ねた努力糧となる7月31日に行われた難波笑顔開花宣言公演、チーム N に昇格した坂田はこの日が最後のレギュラー出演となりました。
笑顔で終わりたいと語っていましたが、最後の曲飛行機雲では込み上げる思いを抑えることができませんでしたね。想像もできないほどの重圧もあっただろうけど、チーム B2 のセンターとして駆け抜けた半年間のいろいろな思いの詰まった綺麗な涙だったと思います。チーム B2 で重ねてきたいろいろな経験はこれから N でたくさん活動していく中で、坂田自身を助けてくれる力になるはずですので、力になるはずですので、経験豊富な先輩がたくさんいるチーム N での魅力を存分に発揮して活躍してくれることを期待していますとのことです。ありがとうございます。いや本当にね、お疲れ様でしたというか。お疲れ様ですよ、本当に。まあでも全然レギュラー出演は終了したかもしれないんですけど、まあ、チーム N の方がいいというなら毎回公演出ていただいて。いやいや、そうですよ。本当にまあね、そんな、うん、これもう研究生公演じゃないので。そうです ね、はい、もう全然出てくださっても全然いいんでね。はい、全然また戻ってくてくださって。アンコールガールとして。アンコールガール。違う、はい、違うよ。違うか。ぜひ来てね、また。はい、またいつかお邪魔したいですね。本当 にさらっと出てくれていいんで、もうそ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 う、さらっと飛行機雲で参戦して。とりあえずフーアが抜けるらしいんで、はけてくれたタイミングで衣装も変えてね。フーアさんのポジション覚えときます。あ、コマンテありがとう。はい、それではですね、私が次読みたいと思います。はい、これはもっちゃんとさかたん宛てのなんですけど、うん、読みたいと思います。大阪市にお住まいのラジオネームおじゃるあっとさんからいただきました。はい、もっちゃんとさかたんをテーマにした作品です。では一句。いじりすぎ？次の標的誰かしら。これは以前公演の MC でもっちゃんが本日のゲスト坂田をいじりまくっていた時の話です。普段クールな雰囲気の坂田ですが、よく裏でいじられキャラとして頑張っているらしく意外だったんですが、この MC ではもっちゃんがダンスする坂田をかなり誇張していじっており、めちゃくちゃ笑いました。ただこれから坂田とはチームが別々になるということで、次の B2 のいじられキャラ担当は誰になりそうなのか気になるので読まさせていただきましたとのことです。いやこっちもなんかしてないですから。似てた。本当に似てるよね。あれさすがにちょっとあれやりすぎかもしれないですけど、まあでもお、まあ言っちゃえば ねでもすごいみんな似てるって言ってくれたんで。うん、そうなんですよ。なんかね、うん、私のモバイルメールの返信とかでもね、うんうんうん、なんか もっちゃんのダンスすごい似てたねって言って。あれ私やっぱわかるんだよね。黙って、うんうんうん、やっぱりわかるよ。好評でした。ね、坂田推しならやっぱわかってくれる。うん、チームビーツ推しならわかってくれる。確かにね。と思ってたよ。うん、これはそうね、次の標的か。うん、次誰にしますか。いじれる人とかだったらもうマジでフワとかしかいないけど、でも次は8期生でどんどん、うん、フワはさもうさ、うん、もういじれもう決まっとるやん。でも最近で言えば弥生とかは結構なんて言うんだろう、そういう感じなんかなっていうのあるけど、まあでもなんかもっとまだちょっと何、公演経験浅いメンバーとかが一緒に出ていく中で面白い子発見したら、ちょっとどんどんねいじっていこうかなと思いますね。いいですね、これからもちょっと見つけていきます。はい、それでは続いて、兵庫県にお住まいのラジオネームキュピとスリンの間庭さんからいただきました。モチーフをテーマにした作品です。では行く。蜃気楼、背丈、ハモリも、ハイとロー。先日うま先日チーム B2 の南波笑顔開花宣言公演が新体制になりましたね。ポジションやユニット変更があり、もっちゃんとふわりんは蜃気楼の担当になりましたね。モチフワコンビネの蜃気楼めちゃくちゃ良かったです。ふわりんはもともと歌のイメージがありましたが、もっちゃんも歌が上手なのが新たな発見でした。嬉しい。そして蜃気楼の見せ場でもあるハモリが抜群でした。二人の声質の相性がいいのでしょうか。素晴らしいハーモニーで聴いていて心地よかったです。蜃気楼の歴史でおそらく一番身長差のあるデコボココンビの二人、ハモリのパートもそのまま校庭でなんだか面白いなと思いました。蜃気楼で持ち運コンビは新境地を開拓したと思います。これからもチーム B2 公演を見るのが楽しみですとのことです。わー、嬉しいですね。これはこのハモリを練習するのがもうめちゃくちゃもうね、本当にもう何回やってももっちゃんが本当にハモリができなかったんですよ。指導がさ、うん、違うとか言って
ゆらゆらゆらみたいな、ゆらゆはいもう一回みたいな感じで、で一緒にやったら全部ずれる。そう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 全部ね、私が高音の方で、そうそうそう、もっちゃんが低い音程のハモリだったんですけど、やっぱり高音のね、うん、音に惹かれてもう上がっていっちゃうんですよ。そうそうそう、下がったりね。で私モバイルメールの返信で、うん、もっちゃんの高音めっちゃ良かったよって勘違いしてちょっと声質が似てて、ね、高い感じが、うんうんうん、そのうまさとかじゃないんですけど、うん、その声質が似てるから、うん、まあ、確かに勘違いする人多いんですけど、うん、結構いたんです、それが。そうですよ、めちゃくちゃビビってまあ実は低音っていう、うん、ここで知る話ですねはい、これからもね、ちょっと指導していきたいなと思います。頑張ります、はいはい、それでは最後ね、私が読みたいと思います。埼玉県にお住まいの大阪の渋谷は渚前さんからいただきました。坂田のテーマにした作品です。では一句。ツインテを乱して飛んだダブルタッチ。ダブルタッチすごい先日の新 YNN の配信スポキンで難易度の高いダブルダッチに挑戦したサカタン、うん、ツインテールを振り乱しながら癖の強い飛び跳ね方笑で練習を頑張っていましたね。と失敗で、はい、失敗しても決めポーズを忘れないところはまさにアイドルの鏡です。普段の適正メンバーで対決するコーナーが多い中、今回はみんなで協力して難しいミッションのパフォーマンスを見事クリアしましたね。感動を届けてくれてありがとうとのことです写真もありますけどね、これ。うわすごい癖のあるジャンプのダブルタッチってめっちゃむずいよね。あ、そうなん？ほんまに難しくて、うん、なんかタイミング、うん、縄に入っていくタイミングをそうだよね、ちょっとつかめなかったらほんまにバチンって当たるし、すごい難しい競技で、大縄とかでさ1本だからさ、はい、入って入れるやん、うん、2個あるからさ、はい、この合間に入ってこなきゃいけないわけやん。確かにこれだよ。これめっちゃこう反射神経とかいりますよね。だからすごいなと思ってまあでもなんかそのスポキンってあるじゃないですか、うん、これマジでやりたいんですけど私も。え、それな私結構スポーツ担当のはずなのにそう、特技に 50m 走って書くぐらい大好きなんですよ。私陸上部だったんですけどと思ってなんで一緒にコラボさせてほしいです ね。7期のスポキン、8期のスポキン、いや対決したいですね。ちょっとめちゃくちゃしたい。あ、いいですね。命令対決とかしたい。運動神経いい人は7期でも少ないなダンスは踊れるけど運動神経悪いみたいな人多い。足遅い子多いからダンスは上手いけど、みんな、ね、みんなで頑張りたい。はい、ではね、はい、そろそろ今日一番良かったベスト川柳を選びましょう、うんうんうん、いやでもなんか、うん、ベスト川柳に選ばれた時のね、うん、希望メッセージがすごい面白いのがあって、私読んでほしいのがあるんですけど。じゃあそれにしましょう、はい、今回はですね、うん、大阪市にお住まいのラジオネームおじゃるあったさんからのいじりすぎ次の標的誰かしらっていう、作品に決まりました。せーの、おめでとうございます。はい、それではですね、これは誰だ、もっちゃんとさかたん、そうだね、から、メッセージのプレゼントです。おじゃるあとさん準備はいいですか。では 3,2,1,9 じゃあ代表して私から言わせていただきます、はい、みんな誰に会いに来たん、ウィンチョウタン、みんなをコーンで丸焦げにしちゃうぞ以上、ジャングル515のコーナーでした。皆さんいかがでしたか。 NMB48 もっちゃんとふわりのジャングルレディオ、あっという間の1時間でしたね。ね、早かった。いや最後が衝撃的すぎてめちゃくちゃびっくりしてますから。いや、ほんまにびっくりしたね、自己紹介ディスられはい、さてこの番組では私たちの質問やメッセージを受け付けています。 NMB48 のリクエスト曲も募集していますので、メッセージやエピソードを添えてお送りください。またジャングルガールズトーク宛てにトークテーマも募集しています。そしてジャングル575のコーナーでは私たちとジャングルメイトをテーマにした川柳を募集しています。ベスト川柳に選ばれた時に言ってほしい一言も添えてお送りください。登場予定のジャングルメイトは番組のブログにアップしていますので、ぜひチェックしてくださいね。メールアドレスはすべて小文字で jro-thu@esfm.jp です。番組のホームページのメッセージからも送れます。皆さんからのたくさんの投稿メッセージ
お待ちしてます。お待ちしてます。はい、今日のトークやフレーズ印象に残った、いろいろありましたけども、めっちゃあったな。どう、坂田一言で。いや、やっぱり最後の自己紹介いじりでしょ。いや、それよね、やっぱりなんだかね、ファンの方からいじられるって思ってなかったので、ね、しっかり、はい、全部いじられる、しっかりいじられましたね。ということで、もうお別れの時間が迫ってきました。明日金曜日のジャングルレディオは騒音プロジェクトさんがお送りしますので、お楽しみに。また深夜1時からリピート放送もやっていますので、そちらもぜひお聞きください。坂田もぜひまた来てください。今日は今度はスタジオでね、はい、やりましょう。はい、はい、それではジャングルレディオ木曜日、お相手は NNB48 の浅尾桃と黒田風雲、そしてジャングルメイトは坂田美咲でした。それではまた来週。最後はモチフは胸キュンタイム。毎回胸キュンするフレーズを発表していきます。今回はサクタンお願いします。3、2、1。もしもし、ごめん、声聞きたくて電話してもうた。ちょっとだけ電話しよう。します、します。ちょっとじゃなくてします。2時間コース。